はい、クメヘヨンこちらですね。はい、今回からレビュレーターで参戦した調律師のキャラクターですね、はい、このおじいちゃんがさっき言ってた人型ことなんですね。はい、はい、そうなんです。この中でねヘヨンちゃんがねいて外でおじいちゃんが戦うというキャラクターでございます、はい、こちらのキャラクターなんですけれども、基本的にすごいシンプルに作ってまして、攻撃とか、うん、割と単発系の攻撃が多いキャラクターでですね、まあ、こちらの方をねプレイしながらご紹介させていただきたいなと思います。お願いします。はい、じゃあ画面こちらの方を映して、はい、これキャラクターなんですが、一応今回バーサスモードでですね、新しくハンディキャップというものもつけておりまして、はい、オフラインの対戦の時に防御力を、1から5と、まあ、標準が3なんですけれども、そういうのもできるようになったので、まあ、よくお互い対戦してるときに結構ハンデ欲しいよみたいな話とかもあったので、まあ、これをとりあえずつけてみたので、実際やるときはね試していただければと思います。そして今回ねテクニカルタイプとスタイリッシュタイプというタイプもつけております。こちらね簡単に始めるスタイリッシュタイプなんかもあるので、格闘ゲームね、まあ、結構ここにいらっしゃる方々は割とやってるのかなとは思いますが、ぜひぜひ両方ね活用していただきたいなと思います。じゃあまずとりあえず組むとね組む紹介からいっちゃいましょうかね。だいたいヘヒョンって呼んでるんですけど、ちょっとね自分癖で組むって呼んじゃうんですよね上の方の、はい、だいたい基本的には皆さんヘヒョンと呼んであげてください。登場演出もご覧になった方もなってない方もいると思いますが、まず組むの方か、はい、組む、まずこの見た目がでかいんですが、でかい割にちゃんとダッシュができたり二段ジャンプもできるし、空中ダッシュもそれなりに入って、どこぞの投げキャラとは違ってですねちゃんと足がありますはい、でですね、ガトリングルートというものが、まあ、ギリ的には基本的には PKA サイトをボタンを押していくとなるんですが、このキャラクターそういうものが基本的にないキャラクターでですね、ちょっとパンチとかはキックとか出した後に遅らせて攻撃を出す、まあ、いわゆる、ね、目押しというようなものなんですが、というもので、連続技を作っていくんですが、まあそんなに難しくなくて、実際、かなり緩く作っているので、そんなに気にしなくても、この SS 足払いみたいな感じでやれば、割と簡単に連続技を組むことができます。で、じゃあ、あと、このしゃがみが、なぜか正座をし始めるというキャラクターでですね、さらに、しゃがみから前を入れると、なぜかこの姿勢で前を歩き始めるといってね、ちょっとお茶目なところもあるので、後で体験会でね、触っていただければいいかなと思って。で必殺技なんですけれども、このキャラクター、飛び道具、対空技、突進技と大体3種類ありまして、はい、まずじゃあ飛び道具の超電眼、はい、超電眼ですね。こちらなんですが、一見ただの飛び道具なんですが、実はこの打ってる時に保護器を入れるとですね、自由に左右に操作できるという特徴があります。なんちゅう飛び道具だという感じなんですけれども、これを使うことによって、相手を自由に動かす。なのでいきなりこうね後ろに下がったり目の前で止めたりというのを保護器による操作で、繊細な操作でこの意のままに操ると。まあ、こちらね、クムが調律師というものなので、世の断りを乱していくような技が欲しいという石渡りの、オーダーがあったので、じゃあ飛び道具の断りを乱してやろうという感じで両方ともね自由に動かせるようになって、こちらスラッシュ版、ハイスラッシュ版と、両方とも動かせるようになってます。そして、神拳体育技ですね。こちら、いわゆる無敵技コマンド、前下前斜め下キックで出せるんですが、こちら普通に押すとこのように出て、ため押しするとキックを押しっぱなしにするとこのようにぐる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 回りながら
突っ込んでいくというものと、でこちらも途中で話すと普通の神拳が出せたりとしますね。で組むのコンセプトとしてはですね、必殺技を出した時にレバー入力によっていろんな性能に変わるというのをコンセプトの一つとしてまして、まあ、先ほどの飛び道具を左右に入れたりとか、神拳を出した時にボタンため押ししたりとかすると技の性能が変わるというのが主な特徴となっております。さらに神拳、コマンドを入れた後にボタンを押しながら後ろというちょっとね格闘ゲームには変わったコマンドなんですが、これ入れるとこの耐久技が飛ばないで出る無敵技というなかなか変わった性能の技が出せるようになっております。じゃあ次のラウンドいきましょうかね。こんな感じのね、結構お茶目な、実はお茶目なヘヒョンちゃん。じゃあ引き続き、やっていきましょうかね。ヘヨンの、突進技、早草落とし。こちら、シンプルな突進技でですね、でボタンを長押しすると、威力が上がったり突進力が上がったりします。でさらにこちらも、後ろにコマンドを完成させた後に後ろ入れっぱなしにしながらキックを押してるとこのように、強力なしゃがみガードができない中段のかかた落としに、移行します。であとは空中のハイブサ落としですかね。こちらもレバーを左右に入れてると後ろに行ったり前に行ったりと結構いろんな風な移動距離を調整できるようになっております。まあこちらの4つが主な必殺技、まあ、ギルティーゲームの中では結構少ない方なんですが、レバーを左右に入れてるといろんな効果があるよということで、で、じゃあ覚醒必殺技でいってみましょうか。じゃまず真空超電ガン、ちょうどネガティブが当てた。さあ肩の優秀ですね。バーストですぐにゲージを回復させて、真空超電ガンの方がこちらも飛び道具なんですが、こちらは左右だけじゃなくて上下左右に動かせるので好きな方向に球を飛ばせるという飛び道具ですね。じゃあ次、アラハン三千将いきますか。この覚醒必殺技がもう一個のアラハン三千将っていうのがそのヘヒョンの、はいはい、醍醐味というか、はい、かなり見たことのない必殺技なんですけども、飛び道具がいきなり飛んでいくのも見たことねえよっていう感じなんですが、じゃあゲージも溜まったのでいきますか。はいはい、まずね今のは超電ガンです。はい、アラハン3でしょう。こちらですね、このように、出すとボタンのため押しが可能なんですが、すぐ出すとこのように合掌を出せるんですが、ため押しで出すと、じゃあやってみましょう。この輪っかがありまして、この輪っかの中に入っているとレバーの上下左右でなんと相手を操作できる。まあ、もちろん相手はガードとかはできるんですが、このように無理やりこんな感じで動かして打撃を決めれるというね、対戦ゲームなのに相手を動かせるとは何なんだというずるいですよねこれというね、かなり変わった程度になっておりますので、これ見たときすごいびっくりしました。そう、例えば相手が飛び道具打ってきたりとか、突進技で突っ込んできそうとかってなったときに、はい、このアラハン三千将で相手を無理やり後ろに近寄らせないようにしてから、はい、空振った隙を合掌で刺すみたいなこともできるというような使い方ができたり、まあ、連続技にも使えたりといった感じの、ね、キャラクターですね。はい、まあ、このような感じの情報でですね、はい、後で体験会で、ヘヒョンの方触っていただければなと思います。じゃあ続きまして、じゃあ一回倒しちゃいますかね。はい、レイブいっちゃいましょう。じゃあその間にありがとうございます。そしてですね、はい、このクムヘヒョンはキャラクターの入手条件はあるんでしょうか。はい、先ほども多分ご説明してたとは思うんですが、基本的には DLC なんですが、はい、初回同梱版にはプロダクトコードが入っておりますので、はいはい、予約して、はい、買っていただければ必ず入手できますので、皆さんね、ぜひぜひ予約していただければと思います。